瞬間火力かかる。文句あるん？いや、ないですよ。いやよかったよ、今日は、ほんと最高やったな。今日という日を俺は忘れんじゃろう、生涯。これもひとえにお前らのおかげやで、土曜日の予想がドンピシャ当たったっていう感じですよ。最高の気分やがって。一気に10万と通したやぞ。それな、着いた日は昨日までだった。もう終わりよ、俺こっから何もない。雨降ってる、降ってますね。トースターただ、いやもう乗っとる時ってな、やっぱええことが続くんよ。よく分かった、そういうことが。今日手が来とる時はガメランかいっていう浦部の言葉も俺はよく分かった。それはもう駆け出すよねって、行かなきゃってなったもん俺。切れ目理論だろうな、うん。年末に餅も食える。いやもう年越せん思っとったけんな俺、こんままじゃ。それがどうや、一気に楽になったじゃねえかこれ。いや苦しかったよ俺も、ほんと。ソダシは買えんかったし、札幌記念であっこから月がなくなったの始まりやったんよ、そもそもが。ケイシー喜んでた、喜んどった、やったぜ壊れとったんよって。これが典型かって、神っていうものは空の上から見てるのかって。ボロすぎて壊れたトースターの代わりが来たって。なんかな、あれなくせにパン食うんよな、ヤスさんとかおかん。俺パンとかマジで朝とかパンとかよう食えるなって思うんだけど、日本人ならお米やろ。見入られておるって。ブレックファーストって、なんかパン食いようよな、よう朝2人してコーヒー入れて、おやってあれかなって、海外勢かなって。朝はパンでもいい派、いや俺米と味噌汁派。まあ食わんのやけどな、起きてから飯なんか。ご飯炊く時間かかるし、ごもっとも。パンの方が楽なんだ、楽だしうまいし。バターとか塗ったらうまいよな。ピザでも作ってみようかな俺も、ちょっと今度その相性の力で手に入れたピザトーストを作ってもええんじゃなかろうかって。チーズをまぶして食パンになんちゃってピザ作って、かまんピーマンの輪切りのしてサラミな。でチンしたらとろいいじゃねえか。パスーのパン作ろう。それ卵が乗ってるやつ。そういうジブリの店があったのを俺は見たような気がする。グラタンも、え？グラタンもできる。昔俺グラタン作ろうとしたん。でも耐熱皿みたいなのがなくてさ、断念した。悲しい思いで。買ったのに元。
こっちでこうなんかゴネゴネして作り寄ってその元をでやろうとしたけど、なんか耐熱皿みたいなのなくてグッてこれダメじゃんって割れるじゃんってでやめた。クックドゥ的なのがある。それか、100均で皿買え。あるの？そんなに高くない。うーん、やってみようかしら。グラタンとか自分で作ったらまあまあうまいんができるんじゃない。マカロニグラタンがええんごねって。あの味吉陽一くんが作った魚のすり身をマカロニに詰めて魚嫌いの子にも食べれるグラタン作りたい。これ骨も入ってる。あんなに魚嫌いだった吉尾が。まあまあ評論家なんやけどな。そこで和解するけん。PTA 会長的な。パイで包むやつな。うん、鶏のつみれをグラタンにまぶしたいって。ニシンのパイ、アップルパイ、何でもできる。そもそもなんなん、トースターって電子レンジとの違いがよくわからんねやけど。俺が手に入れたあの象印はどんくらいの異物な、生異物なん、あれどういう用途なん、トースターとは。表面を焼くのがトースター、レンジは温め方が違う。へえ。焼き目がこんがりはレンジじゃできん。ふん、香ばしく表面が焼けるんだ。はーん、くべる、くべるな。レンジは温め、トースターは焼き。え、じゃあ何？焼き鳥とかもできるってこと？餅も焼ける。電気ストーブ。あ、もう、火属性ってこと？じゃあ。炙りと茹での違い、あ、できるよって。本当？餅は焼けるの？ああ焼けると思う。火と熱。じゃあウインナーも焼けるん？カリカリに。切り身入れとったらがっつり美味しいウインナーも。バイエルンソーセージとかも余裕よ、焼けるさ。あーって八角やん、やろう。アルミホイル敷いて焼き芋はできるの？じゃあ夢が広がるじゃねえか。うっ、俺聞いてもう俺の運気は全部一旦リセットされるけん、終わった。昨日までの俺はもういない。死にたい。トゥントゥントゥル、もうおしまいだって。そうだ、それがいい。寝よう。まあまた今日はいろいろ探索ができてよかったと思ってる。これからは次は進もうと思うんでよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。チャオです。